お待たせよかゆ。なんか最近色っぽくなった。でみんなが言えって、うん、なんかなって言ったらエッチになったねって言ったらおかゆに笑われて、うん、聞きに来たんだよねみんなに言ってたら、うん、じゃ色っぽくなったとかって書いてあって今聞きに来た、うんうん、おかゆなんか最近色っぽくなったよね。いや笑っちゃうよ。え、何、何、どう、どういう気持ち？ちょっと教えてよ今。なんかシオンは僕の中でこう、うん、妹みたいな存在なの、うん、はいはいはい。だから妹になんかお姉ちゃんはエッチに乗ったよねとか言われてすごいお姉ちゃんびっくりみたいな感じだよ。あーなんだー、そっかー、そうシオンなんか変なものでも見ちゃったのかなみたいな。ねえちょっと、うん、なんで嬉しい、嬉しいって言ってよ。嬉しいっていうか、うん、ねえ、うん、なんかシオン、シオンどうしちゃったかな、うん、みたいな。おかゆシオン妹じゃないよ、おかゆ。いやいやシオン妹だよ僕の。妹じゃないよおかゆ。そうなの？だって妹じゃ結婚できないでしょ。まあだから妹じゃないよ。妹なんだけどね自分の中では。だからシオンになんかエッチになったねとか言われるとシオンってなる。そっかそうだよ、うん、ちょっとショック。ショックなの？でもシオンはいつでもね僕の可愛い妹なんだよ、うん、あ、そうなの？特別ってこと？そうだよ特別だよ。うわじゃあ嬉しい。うんね、だから結婚できないけど、うん、シオンはすごい特別なんだから、うん、でも明日結婚するでしょ？まあ明日そうだね明日以降ね。うん、そうだよねそうだよね、うん、そうだよ、はい、ね。その後になんかあのハテナハテナハテナが公開されるので21時15分から、はい、何の動画か分かんないからねまだ。これ結婚しました報告動画かもしれないしね。なあそれだけは絶対にないじゃない？なんでだ？それだけは。あれなんでだ？なんでだ？それ以外の可能性はあるかもしれないけど、うん、結婚式のもう動画かもしれないよね。それだけは絶対に。結婚しましたもうパパパパーの映像が流れててみたいな。何やろうかしよんこれ次。これどれやりたい？チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録、うん、お願いします。お願いします。